だけどな、お前だけずっと後ろ向きのまんまなんだよ。ユダチかよ、情けねえ連中だな。お前らにな、俺の気持ちは分かんねえよ。俺は先行に将来台無しにされたんだよ。終わったこといつまでもうだうだ言ってんじゃねえよ。言い訳ばっかり作って他人のせいにしてる暇があったらな、ちゃんと前見てこれから先のこと考えたらどうなんだ。確かに大人は汚いことするかもしれない。お前が教師恨みたくなる気持ちもわかる。だけど退学の原因はお前自身にもあったんだろ。何もかも人のせいにすんのは卑怯ってもんじゃないのか。誰だってなずっと順風満帆でいける人間なんていやしねえんだよ。自分で挫折乗り越える力がなかったら転んでつまずいただけで人生終わっちまうんだよ。お前そんなとこでつまずいててどうすんだよ。